ようやく目標の都市へ到着した。これよりこの都市を不法に占拠する集団ステラーユニオンの排除を開始する。捕虜からの情報によれば、ここの地下から出土した超古代兵器が大量に運び出されており、近傍の都市をも手中に収めんと徒党を組んで侵攻するといった物騒な計画が密かに進行中であるらしい。一刻も早く発掘をやめさせ、兵器の供給路を断たねばならない。ミッションが開始されました。設定を確認。準備完了。ミッションを開始します。了解っす。兄者たち、気をつけろよ。戦闘に関しちゃ、奴らは素人同然だが、使ってる兵器についてはまだ謎の部分が多い。その通りだわ。くれぐれも油断のないよう、慎重に頼むわよ。注意してください。ブーストを停止します。
ちらは47警備保障です。この町の管理を政府より正式に委任されている会社です。直ちに地下での発掘作業を中止し、武装解除して投降しなさい。断る。ここは俺たちの国にする。聞き分けのない人たちね。さっさと投降しなさい。ここに居座られると迷惑なのよ。ここには誰も住んでいなかったぞ。誰にも迷惑はかけてない。嘘をつかないで。地下から怪しい兵器を掘り起こして他の町を破壊するつもりなんでしょう。これはこの星からの贈り物だ。宇宙医師に導かれた俺たちはこの星を支配しなければならない。あら、そうなら仕方ないわね。社長、遠慮はいらないわ。徹底的に排除します。イエスサー。喪失、敵残存数残りわずかです。しました。スリープモード。機体の配送依頼が受理されました。敵残存数残りわずかです。配送機体の投下を確認。到着ポイントへ移動してください。機体の配送が完了。電気を確認。パイロットの搭乗を確認。移動します。よろしい。社長、俺だ。今例の発掘現場と思われる地下空洞に到着した。親父さん、お疲れ様。何か見つかった？いや、それが何もないんだ。何もない？ああ、そうだ。
もうすでに連中が持ち去ったんだ。そうね、それは残念。いや、まずいぞ。連中が持ち去ったものが何かは分からんが、それはとんでもなく巨大なもののようだ。